皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。ダサく汚くみそぼらしく、果てはホームレスか犯罪者、最低賃金すれすれ、手取り8万円いくかいかない人も多く、生活保護以下の手取りが当たり前、借金の申し込みやひがみによる嫌がらせにマウント合戦の参加を避けるため、田舎の問題多き底辺集う工場に通勤するために、下層民にも蔑まれる底辺以下に擬態する、貧乏に見せる通勤コーデのポイント、頭のてっぺんから足の先までくまなくご紹介していきます。ではいきます。ダサく貧乏に見せるマウントひがみ回避底辺工場通勤コーデ。底辺の人々が集まる非正規雇用のライン工と軽作業からの面倒ごとを避けるため、一般人が目指す身だしなみの清く正しく美しくではなく、ダサく汚くみすぼらしくをモットーに、貧乏で育ちが悪くモテないガサツな女に見えるように通勤服をセレクトしています。まずはダサくを説明していきます。通勤コーデを極限までダサく下品にするためには、値段が安くて派手なキャラクターが描かれている T シャツを選び、それにしましまで派手なアームカバーをつけます。一般的に柄物に柄物を合わせるのは難易度が高く、一般人がやると大概はセンスが悪く下品な感じになります。それをわざとやるとセンスが悪くてダサくなるので、あえてキャラクター T シャツにしましまを合わせ、貧乏さが内からにじみ出るように表現します。ここで注意点があり、ヒョウ柄などの頑張ってしまう柄を着てしまうと、逆に頑張っていると変な噂を立てられめんどくさいので、適度なダサさ、適度な貧乏さを考えます。次に汚くですが、お金持ちは靴に気を使っていて、足元を見るという言葉もあるように、靴を見るとその人の経済状況、生活状況、生活や生き様がある程度わかるとも言われております。そのため育ちの良い人たちやきちんとした人たちは靴をきれいに保っております。貧乏に見せるためにはその逆のことをして、ボロボロになってドロドロに汚れた靴をわざと履きます。この靴は安全靴で、本来は工場の作業現場で使用するものですが、通勤用の運動靴代わりにこれを履き、底辺感を増幅させております。最後はみすぼらしくです。身なりをダサく汚くすれば自然にみすぼらしくなります。最後の仕上げは2チャンネルの創始者であるエッチ氏が、お金がなくても乗り物に乗りたい人が乗る乗り物と評していた貧乏人の乗り物である原付に、この格好で乗り込むと、カードローンや消費者金融から借金をしていて、毎日の暮らしが常に自転車操業で、全く余裕がない風体となり、さらに原付もドロドロなので、最強にみすぼらしくなります。こんなやつが月収60万円以上を稼いでいたり、星野や京都に1泊16万円で泊まったりするとは絶対に思えない。貧乏でみすぼらしい下層民の風体となります。ダサく、汚く、みすぼらしく。これで底辺にも圧倒的に劣る。貧乏に見せるマウント合戦、ひがみによる嫌がらせ回避、最強のコーディネートの完成です。なぜこんなことをするのか。特に郊外の田舎の給料の低い軽作業やライン工系の程度の悪い職場でよくあることですが、ギャンブル狂いや借金まみれの人が多く、
少しでもお金があると思われるといろいろとたかられたり、一体なんでそんなにお金がないのと思う金額、500円程度の少額の借金を申し込まれたり、持ち物を盗まれたり、大抵女性の人間関係は悪く、嘘の噂を流されて誹謗中傷をされたり、山猿の猿のようにマウンティング合戦が日常茶飯事です。立てばチビデブ、座ればドカン、歩く姿はサイのよう、立ち居振る舞いお顔立ち、言葉のすべてが見苦しき。私の工場では特に軽作業とライン工で働くこんな感じの女性たちが悪口大会、嫌がらせ競争、マウント合戦を繰り広げていたことがあり、その下品な様を見て強い拒否感を持ち、絶対に関わりたくないと思っておりました。その様子を分かりやすく何かに例えると、ハウルの動く城の荒れ地の魔女とバカボンのパパに似た容姿の女性たち、人生の先輩である彼女らがどちらが金持ちか、工場作業で薄汚れた作業着を着て言い争い、多くの人がいる休憩室で人目をはばからず大きな声でマウントを取り合います。将来の厚生年金が月に30万円以上あるだとか、私はお金がかかる女なの。そんな風にいろいろとすごい自慢をしていますが、荒れ地の魔女とバカボンの会話なので、いろいろな意味で痛すぎて聞くに耐えません。このような方々から同じ土俵に引きずり下ろされてひがまれたりすると最悪で、特に人気社員だった元夫に気に入られた時にマウントがひどくなり、同じ土俵に引きずり下ろされ、マウントや悪口、男好きだという噂を流され、犯罪レベルの誹謗中傷の対象になり、非常に迷惑でした。立てばチビデブ、座ればドカン、歩く姿はサイのよう、見苦しき人にマウントを取られる、同じ土俵にいること自体が嫌すぎて、土俵にも引き上げることができない底辺以下の存在として世を忍ぶ仮の姿をして原付配合に乗り会社の門をくぐっています。子供や若者がやりたいことを見つけて勉強や努力をしなければならない理由、学校に行くことを強要するわけではありませんが、子供がやりたい仕事を見つけ勉強を頑張った方がいい理由はこれで、努力をせず他人の足を引っ張ってきたような、容姿も性格も能力もダメな程度の低い人間との関わりを避けるためです。今までの動画で社会の底辺工場だとか紹介をしてきましたが、工場勤務自体が悪いとは思っておりません。機械を操作すること、手先の器用さを生かして物を作ること自体は実は大好きで楽しいと思っております。美術や家庭科が得意科目で、ものづくりの仕事にも適性を感じていますが、集まる人間の属性がこんな感じで、関わるとマウント合戦や悪口大会など低レベルなことに巻き込まれ、女性の先輩方を尊敬することができません。もし子供がいたら、このような低レベルな未来を避け、尊敬できる素敵な人々の中で働ける選択肢を持てるようにするため、努力をすることや勉強ややりたいことを見つけることは大切だと教えると思います。低レベルなひがみやマウントを回避するためには、そういう人たちがいない環境を選ぶか、相手にされないようにすることが重要です。後者を選択せざるを得ず、相手にされないように貧乏に見せることを心がけています。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。